っとてめえ、とりあえずてめえ殴るわ。やるのか。ああ、キリュウちゃん、戻ってくれてよかった。伊達さん、キリュウちゃん待ってる間、ずっと飲み続けててね。こんなに強い酒を。どうしたんだ。さあね、いろいろあるみたい。なんでいつも来てくれないのよバカ。何何？サヤって女からだが、伊達さん約束すっぽかしたようだな。それ伊達さんの娘さんよ。さっき酔っ払いながら言ってた。この辺で会う約束してたみたいだけど、しょうがないわね。この辺？ここの向かいに裏路地あるでしょ。そこに第三公園って小さな公園があるの。おじさん。ああ。うん、いってらっしゃい。ねえ、おじさん、暇？これから私たちと遊ばない？一人でもいいけど、二人一緒でもオッケー。条件は特にないけど、無茶なのは勘弁ね。どういう意味だ？え？どういう意味って。ごめんね、やっぱ何でもない。でもどうすんの、さや。すぐに見つかるって、行こう。さや。ちょっと！伊達さんの娘か。で、伊達さんは知ってんのか？はあ？知ってるわけないじゃん。頭おかしいんじゃないの？お前らよりはマシだ。俺は自分を安売りしたりはしねえ。関係ないでしょ。チクりたきゃチクりゃいいじゃん。とにかくお金が必要なの。ほっといてよ。さや。おじさん、サヤの味方？多分な。そっか。実はね、サヤ、変な男にはまっちゃってんだ。翔太郎とかいうやつ。チャンピオン街のシェラックってバーの。それで？なんか金のかかる男なんだって。それで、あの子あんなことまでして遊ぶ金稼ごうとしてるの。ねえおじさん、あの子ヤバいかも。おじさん強そうだし、さやのお父さんの友達なんでしょ。なんとかできない？ちょっとそこな。やっぱりイタリア様違う。
そこのお前、その目つきが気に食わねえ。後悔する許してくれ。おお。いらっしゃいませ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。翔太郎はいるか。お客さん、知り合いかい？
そうかい。で、注文はしないのかい？そうだな。一つゲームをしよう。うちで一番高いものを当ててみな。わかりやすい質問だな。もう、わかりやすい質問だったか。そうだよな。気に入ったぜ。教えてやるよ。翔太郎ならもういないよ。3ヶ月くらい前からスターダストって店だ。この町一のホストになるんだと。翔太って名前でいるはずですよ。おい、とりあえず財布出そうか。邪魔だ。金が足りねえから出せって言ってんだ。さん、いらっしゃいませ。お一人ですか？いや、翔太ってのは。ええ、翔太なら。あそこにいるのがそうです。あ、ちょっと伊達さんか？さや、お父さん。お客さん困ります。どけ。翔太、大丈夫？さや、お前こんなとこで。こんなとこで何よ。今さら父親面。今日だって約束すっぽかしたくせに。それは。お父さんはいっつもそう。会ったって何も言ってくれないし、つまらなそうにして。そのくせこんな時だけ父親ぶる。
さや。帰るね。さやちゃん。その子から手離せ。ああ、この女はな、うちの会社に借金があんだよ。関係ねえから引っ込んだろ。借金？ああ、この女ホストクラブ通い詰めて借金まみれよ。借りた金返さないって言うから体で稼いでもらおうってわけ。今度ビデオでデビューすっからよ、おっさんも買ってくれや。やろう。お父さん。キリュウ、お前、てめえら覚悟はできてんだろうな。伊達さん、話は後にしようぜ。あの子の父親だ。お前らのボスと話をさせろ。遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど大丈夫ですかね。